はい、どうも、黄昏より祝福を受けし者のちょすだすり抜けです。というわけで今回も8名やっていこうと思います。というわけで今回はこちら、ハロウィンキャンペーン後半最新情報をまとめやっていきたいと思います。8月のシンデレラナイン。はい、ということでね、やっていきましょう。ハロウィンキャンペーン後半来ましたね。はい、ということでまた UR 来ちゃいましたよ皆さん。ということで、まあ後半ね、いろんな情報来てますんでゆっくり見ていきましょう。まずこちらでございます。 UR 選手育成応援ログインボーナスブルームということで、今日の朝ログインして、皆さん驚いたことでしょう。月島がね、UR として登場するのがもう確定してしまいましたね、これで。うん。それで結構、UR 来るんかいっていうね、8手でなかったやないかとね、思った方たくさんいたんじゃないでしょうか。はい、僕もその一人です。ということで次、八内プリンセススカウトブルームということで、 SSR 月島、まあ、UR 月島ですね、UR 月島登場しましたよということで、ちなみにこれは SSR のシーンらしいですね。で、 UR に覚醒するとバッティングしてるシーンになるみたいです。はい、珍しいよね。こう最近の八内ってさ、例えばまあ、ハロウィンのシーンがあって、それが SSR で UR に覚醒すると野球してるシーンみたいな、まあ、水着のシーンから野球してるシーンとかさ、まあ、大体そんな感じだったじゃないですか。ただね、今回のこの月島は、野球してるシーンから野球してるシーンっていうね、うん、珍しいタイプの、UR でございます。はい、ということで、まあ後ほどあの UR に覚醒したシーンも見せていこうと思いますので、お楽しみに。ということで、まあもうみんな見てるか。はい。じゃあ次ですね、見ていきましょう。まあ最近来ますねこれ。 UR 来たら優勝限定のひまわりドラフトスカウトも一緒に来るということで、まあ優勝ナインスター限定なんですけれども、10連するとですね、その10ポイントで、対象の SSR 選手と変換できます。で、ここに、乗ってる選手っていうのは、まあ大体ね、このUR 月島につけたらどうですかっていうね、シーンが来ております。はい、あんまりいいスキルリンクとか持ってないよっていう方はここで、ね、補充してもいいんじゃないでしょうかという感じになっております。はい、そして、ここから日にちね、ちょっと違うんで、ちょっと一個ずつ言っていきますね。これは28日から金曜日の12時からでございます。シンデレラアドベンチャー開催ということで、久々に来ましたねシンデレラアドベンチャー第2回かな。1回復刻来てましたけど、まあ新規って考えたらこれが第2弾になるかなという感じでございます。ということで、ハッピーハロウィンハプニングということで、まあ、ハロウィンのお話になってるのかなといった感じですね。まあそれのアドベンチャー形式のイベント第2弾でございます。はい、ということで、こちらは28日の、12時から開催でございますので、皆さんお楽しみにということで、ございます。はい、次ですね、こちら24日から来てますということで、2年生編に新チャプター追加でございます。色取り付きの青い空ということで、ね、日米野球置いていかれた組の、赤坂率いる緑ヶ丘高校との練習試合の、お話になってると思います。はい、まあ、僕の願いが通じたのかね、月島どうやら試合出てますねこれ。ちょっとネタバレ感あるんですけど、もうこれ出てますもんね、明らかに。うん、まあこのね、月島の活躍も楽しみにしながら、これもしっかりね、動画に収めていこうと思いますので、一緒に見ていってくれると嬉しいでございます。はい、そして次は26日からなんですよ。これなんかもうさ、順番に並べといてくれへんって思うよな。うん、24日は24日で固めて、その後は26、27、28みたいな感じで順番に並べてくれたらすごい見やすいんですけどね。なんでこれバラバラなんでしょうか。はい、ということで、26日からは、火花散る激戦デイリーチャレンジが来ますと。これまあ過去にも来てましたよね、最近来てましたよね。うん、でそれがもう一回来るよっていう感じでございます。でまあ毎日やっていけば、大鍵とか、まあ、既存結晶極みとか回収できるみたいですねっていう感じなので、非常に少ないですね、そんなに量はありませんっていう感じです。はい、そして、ミッション追加されております。はい、色取り付きの青い空後編の、いずれかのステージを1回プレイと全てクリアしようというのが来てますので、これもしっかりやって、最後ね、9スター3つ回収してください。はい、8月のシンデレラナイン。あ、そうや、今日ね、センバちゃん誕生日です。おめでとうございます。はい、ということで、月島ね、見ていきましょうか。
はい、ということで今回は、あ、じゃあ、この動画の最後におはがちゃんも引きますんで、よかったら最後まで見てくださいね。ということで今回は、風属性のセカンドですね。あ、ここで風来るんやってちょっと思っちゃいましたけど、風でしたね。はい、ということで、まあシーン的には最高っすね。やっぱりこうストーリーを楽しんでる勢としては、この月島ちゃんのシーンはどうしても欲しくなっちゃいますね。はい、正直あの風属性あまりね、求めてなかったんですけど、ちょっとこれ欲しいなと思っちゃいました。はい、で、覚醒するとこんな感じということで、まあ、こっちもいいんだよな、かっこいいのよ。うん、ということで、やっぱこのミート、なんかこのミートしてるシーン好きなんかな、なんか、うん、なんかそんな気がしますね、僕。うん。ということで、まあ、UR の性能を見ていこうと思います。ミート5602、パワー3819、総力4511、守備4165ということで、まあ、パッと見ミート高えなという印象で、パワーちょっと少ないねっていう感じですね。で、まあ、守備と総力は、まあまあまあ4000超えてていいじゃんっていう感じでございます。はい。ということで、まあ、結構やっぱミート型っていうか、シンデレラハーモニーもちょっと軽く見てたんですけど、結構ちゃんとヒット安定して打ってくれそうな感じがしますね。で、スキル見ていきますと、どんな持ってるんかな。発動条件なしで自身のミートが究極に上昇し、総力が大幅に上昇する。あーら、強いじゃん。うん、いいですね。で、あとはまあミート上げる系がやっぱ多いかな。あとはパワー上げる系もある。で、まあ一応ね、あの UR なんで投手系のスキルも一応持てるよという感じになってます。で、あとは、うんうんうん、やっぱまあミート上げる系が多い印象やね。はい、そして、才能の方は、まあ自身上げる系かなという感じですね。あ、ランナーが一人いるとき自身の守備が大幅に上昇し、パワーが大きく上昇するとか、ランナーが一人いるとき自身のミート、走力、守備が上昇するとか、結構あの塁に誰かいてる状態の時に強くなるっていうのがちょっと多めになってるかなという感じですね。なるほどなるほど、いいじゃないですか。で、じゃあ UR のとこ見ていきましょう。はい、こんな感じで今回は、スキルリンク、まず1個目がセルフリンクで、もう1個が本庄先輩でございます。で、守備のところに坂上ということで、まあ、まずセルフリンクのとこから言っていくとですね、まあやっぱ月島といえば僕のイメージはやっぱこのお料理のね、やつかなと思います。はい、でこれ確か何やったっけ、発動条件なしで自身のミートパワーが究極に上昇し、総力が超絶に上昇するというものになってますので、まあ、結構古いシーンでもあるので、結構前からやってる人はなんか勝手にあの三突できてたりするんじゃないでしょうか。どうでしょうか。僕も確かこれは三突してたような気がしますね。めちゃくちゃ料理うまいのよこの月島ね。横の二人がね、めちゃくちゃやばい料理してますんで、もうそれに比べたらめちゃくちゃ綺麗と、はい、まあまあそんなこといいかっていうシーンになってたりとか、こうなんか私服のやつね、風紀委員長の照れ隠し、これが打席時敵守備のエラー率を抜群に上昇させ、守備を、超究極に減少させ、走力を超絶に減少させると、まあ、相手のデバフを狙っていく系の、ひまわりスキルになってますと。まあこれはこれでなんか面白いこと起きそう、うん、ですね。はい、で、あとはまあフェス源、安定にフェス源入れてあげてもいいし、まあゲットしやすいところで言うと、このねレアチケットスカウトでゲットできる、月島かなっていう感じで、本庄パイセンですね。まあ最近で言ったら、ね、装填スキル持ってる、さ、応援してるやつあったやん、夏大会のあのシーン、あれかな、あれが一番いいんじゃない。まず固有スキルが発動条件なしで味方全体のミート運が上昇し、総力が少し上昇するっていうのを持ってます。で、装填技が打席時この試合で自身の打点が1以上の時、自チームのムード値が初期値の 20% 上昇し、自身の三振率が超究極に減少するということで、うん、だから1点でもあのこの月島が入れてれば装填技発動することができるというものになっておりますので、まあ、これじゃね、うん、これ5突して、ね、固有スキルと装填スキル2個つけてあげたらいいんじゃないでしょうか。これな、俺持ってないんだな、うん、持ってたっけ、1枚出たっけな、ちょっと忘れちゃった。で、まあそれ持ってない人で言うと、まあシンプルにこの風呂入ってるやつとかどうですか。
発動条件なしで自身のパワーが超究極に上昇し、ミートセルフが超絶に上昇すると。まあこれね、ミートが超絶なんでどうやろうな。でもまあパワー少ないんでね、ここで補ってあげるっていうのもありかもしれませんね。はい、ここで超究極に上げれるんで。で、あとはね、あの全体バフ持ってる本庄先輩おったよな、3回以降味方打者のミートパワーが大幅に上昇するっていうのを持ってるんですよ。なのでちょっとこれつけても面白いこと起きたりするかなと思ったりしております。はい、まあその辺かな。うん、でございます。はい、で、守備適性のところ坂上ちゃんなんで、まあ普通にね、セカンドの坂上ちゃんごとつして編成してあげたら、守備適性星にできると、セカンド星にできますというのと、あとはまあフェスゲンでサードの適性に20丸持ってるんで、サード適性も、つけれますよという感じですね。なのでまあこの月島は2塁と3塁を守れますっていう感じかな。はい、いやー、なるほどね。うん、まあ、正直僕の、オーダーで言うとなかなか入れづらいかなっていうのが今のところの正直な感想です。はいただまあシーン的にはめちゃくちゃ欲しいっていうのはあります。はい、じゃあ次ね、シンデレラハーモニー見ていきましょう。一歩ずつ前へということで、なんかストーリーに合ってますね。いいねこれね。条件、打席時3回以降先日ミート重視を使用、または、送りバントを使用というところで、まあ、2つ分かれてますね。まあ最近よくあるよねこれ。ただ、1個気になるのは、3回以降にしか発動できないということで、まあちょっと条件厳しめになってますというところですね。で見ていくと、まずミート重視使った場合は、三振率5を下げて敵の補給率も5を下げます。で走者、視察率も5を下げて二塁打率を3上げるというところで、まあ、なんか噂によるとどうやら確定ヒットっぽい感じになってるみたいですね。はい、なのでまあこれだけ見るとまあ、全国とかでも普通に使えそうですよね。うん、まあ、全国で言ったらほら別にさ、5回コールド狙わなくても9回で、しっかり勝てればいいので、まあ、3回以降っていうこの条件もあんまり気にならないかなというところで、うん、使えるんじゃないかな。でもう一個がですね、送りバント使った時ですね、オペレーションコスト15回復というところでございます。でこれオペレーションコスト回復できるんですよこれ。あの強化戦術っていうのがありまして、普通の戦術じゃなくてね、あの強化戦術って押してから送りバントを押すとですね、オペレーションコスト、5でいけないやったかな、5消費で送りバントできます。でオペレーションコスト15回復するんで、オペレーションコスト10回復することになるんですよね。はい、なのでオペレーションコスト回復役としてあの使うことができるというところで、まあこれはこれでいいんじゃないと。なんかね、こっちはなんかランクまで使えそうなんですよね。うん。だからランクまでも全国でもうまいこといけば使えるみたいな、はい、感じなんじゃないでしょうか。うん。なのでまあ僕的にはなかなかいい性能してるんじゃないと思います。ただなんかめちゃくちゃ強いっていう感じはないのでどうでしょうかね。うん。っていう感じかな。はい。なので、まあ確定ヒットとオペレーションコスト回復を兼ね備えてるっていう。まあ、ただちょっと条件厳しいよねっていう感じになっておりますということで、まあ普通に強いと言えるんじゃないでしょうか。まあそんなぶっ壊れというほどまではいかないと思いますけど、まあ十分、まあこのね条件がなかったら手放しで喜べたんじゃないですか皆さん。ちょっとこのやっぱね3回以降とかあるとちょっとね、あーってなりますよね。うん、僕もちょっとなりました。まあでもあんまり気にしなくてもいいんじゃないかなそこはっていう感じのシンデレラハーモニーでございました。はい、ということでいかがでしょうか皆さん、弾けますか。なんか僕的にはスルーする人多そうやなと思いつつ、ただ僕は弾きたいなと正直思ってます。まあなんせこのねストーリー的にちょっとね月島ね来てるんですよ最近僕の中で。なのでちょっと欲しい欲が割と高めであります。はい、なのでもしかしたらスカウトするかもしれませんね。結局花山は引かなかったんで、おはがちゃだけで終わったんで、まあこれちょっと30連ぐらいして、まあ出なかったら出なかったでしゃあないなってなるんですけど、まあこれでコインも貯めれますし、はい、ただまあ11月またね UR 来るやろうし
で最近なんか装填スキルとか UR とかさ、もうペースがすごいからね、どうしようっていう感じですよね。うん、っていう感じで、ございました。なので、ま、個人的にはめちゃくちゃ欲しい、うん、この頑張ってる月島を応援したいっていうね、気持ちが非常に、高まっております。はい、なので、まあ、皆さんも引くか引かないか、よかったらコメント欄に書いていってください。で、あと、まあ、この UR 月島の性能、まあ、ランクマ目線でもいいし、全国目線でもいいし、まあ、その他の目線でもいいんで、よかったら、こういうとこが強いんじゃないとか、こういうとこちょっと弱いんじゃないかなみたいなことを、皆さんも書いていってくれたらなと思っております。はい、ということで、じゃあ最後おはがちゃ引いて終わろうかなと思います。はい、欲しいな、おはがちゃ出てたら最強ですね。あ、ちょっと待って、選手に変換、何変換できる。あ、月島西院と、本庄先輩と坂上ですね。なるほどなるほど、いいじゃないですか。はい、ということで、じゃあ引いていきましょう。まあ相変わらずルーティンやっていきましょう。4、5、6、7、8、9、10回目いきます。はい、まあだって名前がさ、黄昏より祝福を受けし者やから、夕方からこの月島引いちゃうみたいなね、こともあり得るかもしれません。ただその次の名前がチョスザスリヌーケなんでなんかスリヌーケとか来ちゃったらめちゃくちゃ面白いけど、いやでも月島欲しいです。いきます、いわゆる月島お願いします。ほい、頼む、ちょっと待って、来い。あー、演出なし。さあ、最近ちょっとおはがちゃの様子がよろしくないですね。はい、ツイッターとか見てくれてる方もね、最近おはがちゃ報告できてないと思うんですよ僕。うん、そう、結局エミも弾けてないし、今来てるね、誰やっけ、蒼天の椎名ちゃんも弾けてませんというところで、ちょっとねまずいですね。ちょっと運下がってきてる感じがありますね。やっぱ八火祭で、日米野球ぐらいまでがピークやったんかって正直思わされてますね。はい、ちょっとギリ、あとちょっと年末年始まで頑張ってっていう気持ちなんですけど、よかったら皆さん運分けてください。はい、ということで、まあ今日はねこんな感じで終わっとこうと思います。次回はストーリー動画しっかりと、出していこうと思いますので、お楽しみにしておいてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイートもやってます、ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8内でお会いしましょう。以上、黄昏より祝福を受けし者チョスザスリヌーケでした。バイバーイ。赤い名前。